こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの陽武蔵です。さて本日、はい、新十両最重量が発表されました。そうですね、新十両が藤青雲と時疾風、はい、で最重量が千代栄と3人の昇進が今日発表されました。そうですね、はい、先日、まあ、私たちも番付予想をしてたんですが、そうね、まあ、今回は3人の入れ替えじゃないかって言ってたんですが、はい、そうですね、予想通りとなりましたね。4人目として自然か川添かっていうところだって、うん、ニュースの大相撲の欄には川添は今回見送りって書いてあったんですけど、私はね、川添よりも6枚目の6番の紫雷の方がね、上がるか、うん、上がらないかというね、ラインにいたと思うんです。そうですね、はい、あのいずれにせよね、その2人は見送りになって、うん、先ほど言いました3人が十両に上がることになったんですね。そうですね、まあね、十両から落ちてくる力士は発表されないんですけど、うん、落ち勘定で、うん、徳勝龍と栃武蔵と、多分高徳山だと思います。そうですね、高徳山と島の海でしたら、高徳山の方が1枚上なんですが、うん、高徳山が4勝で島の海が5勝、そうですね、やっぱり高徳山の方が厳しいんじゃないかという見解ですね。最後あの私らのまっチャンネルでも、で私は島の海は残してもいいんじゃないかということをその時に言ったんですけども、多分落ちてないと思いますね。そうですね、はい、島の海だけじゃないですね、高徳山の1枚上の対馬灘もね、今回4勝で、うん、マーク下に成績のいい力士がいたら落とされてもやむなしという成績が、そうね、あの東西の筆頭とかが4勝3敗の勝ち越し1でも入れ替えで落ちるぐらいの成績だったんですけども、東西の幕下筆頭が幕下してるんで、十両のその成績では落ちなかったということなんでしょう ね、 そうですね、まあ島の海にしてはね、ここのところ本当に精彩がない相撲を取ってるんで ね、 そうですね、来場所はね、これを もらったものと思って勝ち越しもしくは大勝ちをしてほしいですね。そうですね、まあ、あのご存知のように島の海は前井筒親方の嬢さんと結婚されてね、そうですね、はい、将来的には井筒を継ぐんじゃないかっていう、うん、あそこね、あの井筒部屋だったところ建て直して、あの通りましたよね、この間 ね、うん、ね、あの相撲部屋をやるようなあの作りになってましたからね、だからそういう期待もされる中で、うん、まあ今引退はないくらなんでも早すぎますしね、うん、もうちょっとね、うん、もう一回花を咲かせるっていうか、うん、活躍をしてからの引退の方がね、うん、そうですね、まあ、結婚してすぐにっていうのもなかなかね、うん、でもね、力はあると思うんですよ、うん、幕内で2桁勝った時なんかはね、うん、このまま三役にでも上がるかなと思ってたんですけども、うん、なんか負け出したらもう制裁がない、取られたら残れないような相撲を取ってるんでね、最近ね、気持ちの問題かなというようなことをね、よく言われてましたよね。やはり前日親方の娘さんと結婚しただけに幕下落ちてまでやるのかななんて心配もしてたんですが、まあ、今回はどうも助かったみたいなんで、さっきも言ったように、うんうん、これを機にまた盛り返してほしいですよね、うん、そうですね、底力は絶対持ってると思うんですよ。そうですね、うん、それで、うん、まあ、最重量 の、 あの千代栄なんですけどもね、ああ、まあ、千代栄も、まあ、苦労して関取になりました、うん、それで地元京都なんで春場所前にはこう地元に帰って励まされたみたいなこと書いてたんですが、見事ね、あのそうね、地元の関西でね、うん、勝ち越して返り咲くってなんですけど、本当は重量で化粧回し姿を、うん、したかったんでしょうけど、保って、うん、そうね、それで、うん、あの新十両が、はい、まあ、1人が藤島部屋の藤青雲ですけども、うん、まあ、藤青雲はね、ちょうどコロナ禍で前相撲がなかった時に、ね、届け出順に番付決まるっていう時ですよね、うん、まあ、あの時たまたま藤島部屋出したのが遅かったのか、番付もとりあえず一番下になってましたけども、うん、ここはさすがにこうポーンと、高校はね、地元の文徳高校、熊本ですね、うん、で明治大学を卒業していて、一回ね、実業団に行ってるんですよね。そうですね、特訓印刷に行ったいうことで、うん、ここでコロナ禍があって、もう実業団相撲っていうのがもう ほぼできない状態になった。うん、もうちょうど、うん、そのコロナのど真ん中でいつ始まるか分かんない状態だったんですよね、うん、それやったら大相撲の世界にね、うん、飛び込もうということで、うん、でも藤青雲ってそんなに体が大きいわけじゃないですけども、うん、どうですか、どういう相撲って。いや、もう相撲上手くてね、粘り強い相撲は取るんですけども、まだね、うん、ここだっていう時に突き落とし食ったり、攻めきらなかったりしてる相撲で、うん、なかなか幕下の上位の壁っていうのが厚かったんですけども、うん、十両に上がって15日間取ったら、
15日間の相撲っていうのがあるんで、うん、だから幕下でまあまあの成績で上がった力士も十両で大活躍して、うん、ポンって幕内に上がるっていうケースもあるんでね。そうですね、うん、でも早いですよ、うん、藤井さん、うん、いつも松武蔵さん藤島部屋は幕下どころにたくさん力士がいてね、ライバル関係があって、ね、これからどんどん伸びそうだって言いましたけど、うん、藤井聖雲が飛び出しましたね。そうですね、うん、それともう一人の新十両が木早手、徳塚瀬部屋ですけども、うんうん、この人はね、うん、もう相撲的にはもう本当に技師っていうか、うん、粘って、うん、粘って取ると思わしといて、うん、いっぺんにこう決める相撲とかね、相撲うまい。そうですね、うん、1回めちゃくちゃ惜しい時があったんですよね、幕下15枚目で6戦で、うん、そうね、それで最後の相撲がね、なんとあの幕下に落ちてた阿炎だった。そうね、さすがに阿炎には勝てずに、うん、結局上がれなくて、そこから2年ほど足踏みしましたけども、うん、ついにやりましたね。それでね、落ちていくんじゃなくて、うん、ずっと幕下のその辺で保ってて力をね寄りつけて上がるんでね、うん、また来場所も楽しみに相撲取れるんじゃないでしょうかね。時疾風は宮城県の小畑農業というので、結構あの宮城では名門の高校から、はいはいはい、で東京の大学でね、うんうん、で以前の名前は時坂と、そうですね、言いまして、うん、で時早手に改名早手っていうような、はい、そういうイメージの相撲を取りますよね。そうですね、うん、宮城県出身の新十両力士というのが、うん、あの今の浜風親方五条郎、松武蔵さんも当たったことあるって言って、ね、何回か当たってるんですよ、でも一回も勝てなくて、そうなると相当長い間宮城県出身が出てなかったっていうことですね。そうね、なんか、うん、あの いそうやけどね。そうですね、うん、まああの新十両発表となると、ね、先場所だったら落ち合い、うん、とかあの今はもう幕内でも活躍してる金峰山北青鵬っていうね、はい、ところがもうこれ上がるべくして上がった、まあ、超なりものっていう感じなんですが、うん、でもね、今回の新十両は、うん、これももう早いし、うん、もちろん注目力士ではあるけども、ちょっとの間やけども、うん、揉まれたっていうか、うん、だから面白い力士がまた上がったと思います ね、うん、そうですね、また千代栄もね、うん、あの十両でも活躍したからね、うん、すぐに帰ったってことは、うん、また力をね、一つつけて堂々とね、そうですね、相撲取れると思います。そうですね、はい、それで一方で引退力士なんですけども、はいはい、あの鏡王がね、ついに引退を発表しました。ね、ずっともう番付外の時点ですけど、うん、うちのまっちゃんねるにも、うん、鏡王はどうなったんですかみたいなね、お便りもいただいてたんですけども、ちょっと私らもわからない、ちょっとわからなかったね、なんですけども、うん、結局はあの帰化を待ってたみたいな感じで、じゃあ今回帰化が、うん、できたんですね。そうですね、だからもう日本に永住したいっていう気持ちで、相撲協会には今残らない、残らないみたいな感じですけどもね。それとあの番付外と言いましたら、うん、もう長いこと番付外に言いました、大海原とかもついに引退届出しました。あと一時右肩上がりっていう名前がね、珍名力士でも、あのちょっと話題になった右肩上がりね、あ、さんなんですけども、それからね、西岩部屋の時の里、実はうちの近所の出身なんで、そうですね、うん、それとね、友風が復活してきた時に、うん、友風に勝ったっていうところで、あ、話題になったんですよ。なるほどね、うんうん、まだでも若いですよね、若いのにね、うん、まあ、どっか体調崩したか、うん、第二の人生を早くに踏み出したのかな、うん、そうかもしれないですけどもね、うん、まあいずれにせよね、辞めた皆さんもこの経験生かしてこれからも頑張ってほしいなと思いますね。そうですね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。